かねです。今回は息をふっと吹きかけるだけでルービックキューブが揃うというビジュアルな現象を含む3つのマジックを解説していこうと思います。この 1,2,3,3 つに全て共通して言えることは、観客からの反応がとてもいいこと。僕の過去の経験から炎上あった後に微妙な感じになることがまずないであろう受けのいいものに厳選してきました。なんとなくこの動画をポチッと押して見に来てくださったあなたも、この動画を見終わった頃にはすぐに誰かに演じたくなってますからね。ぜひこの動画を機に相手を釘付けにする快感というのをご自身で味わってみてください。それでは早速一つ目のマジックから見てもらいましょうかね。ゆっくりしていってくださいね。突然ですが、この動画を見てくださっているあなたに問題を出してみたいと思います。僕が用意したのはこのような表と裏で90度でクロスしている矢印のボード。さて、今表の矢印が左上を向いているとき、このボードをひっくり返すと裏の矢印はどちらを指すでしょうか。直感で3秒で答えてみてください。3、2、1。ひっくり返すと裏の矢印は左上を指していますね。表も裏も同じ左上を指している、そんな状態です。さて、今度はこのボードを90度回転させて、表の矢印が左下を向いている状態。ここでこのボードをひっくり返すと裏の矢印はどちらを指すでしょうか。先ほど外してしまった方はもう一度よく考えて動画を停止していただいても構いません。3秒待ちたいと思います。3、2、1。ひっくり返してみると裏の矢印が指すのは、そう、右上です。表は左下、裏は右上、今度は真逆の方向を指す、そんな状態になってしまいましたね。さて、ラストです。もう90度回転させてあげましょう。表の矢印は右下を向いている状態。ここでひっくり返すとどちらを指すでしょうか。先ほどの2問正解できなかった方は頑張って答えにたどり着いてください。3秒待ちます。3、2、1。裏の矢印が示すのは右下です。表も裏も右下を指す、そんな同じ方向を指す状態に戻ってしまっているわけですね。そもそも90度でクロスしている矢印のはずなのに、同じ方向を向いたり真逆を指したり、なんとも不思議なボードでした。それでは解説を始めていきたいと思います。今ご覧いただいたマジックは、僕のチャンネルで紹介してきた中でも最も簡単なマジックとなります。実際にやってみる前にこの動画に戻ってこられるよう、忘れないうちに高評価よろしくお願いしますね。このマジックで使用していたのは何の仕掛けもない、ただの矢印の書かれたボードです。僕は100均で色紙を買って正方形に切って、ペンで綺麗に矢印を書いた後、マスキングテープで貼り合わせてあげましたが、これ自体に仕掛けがあるわけではないので、裏が透けない正方形のもの、例えば段ボールを切り取って作ってあげるだけでも十分不思議な演技を行うことができます。今回のトリックの中核を担っているのは目の錯覚です。それを強めるためにも、あらかじめ両面を見せて90度に交わっていることを確認してもらってください。次に正方形の対角線を押さえて、この状態でひっくり返すと裏の矢印はどちらを指すか聞くわけですね。するとおそらく大半の方が見えている矢印を90度ずらした左下、あるいは右上のように答えてくれるはずです。しかし実際にひっくり返してみると、矢印は同じ方向を向いているので不思議に見えてしまいます。この間僕がやっていることといえば、ただボードをくるくるしているだけです。ボードを回転させて同じ質問をしますが、またもや僕はボードを回すだけで観客の方は驚いてくれます。これどうなっているかというと、ボードに変化が起きていない以上、矢印は表と裏で90度を保っています。なんですが、観客の目に入るのはこの矢印が反転した姿ですよね。少し視覚的に分かりやすくするために、赤色の矢印を追加してみました。裏が透けている状態と考えてもらえると分かりやすいと思います。最初に示したタイミングでは、回転軸に対して赤い矢印は垂直に回転しているため、ボードをひっくり返すタイミングで角度の変化は起こりません。繰り返しですが、演技の最初にこのイメージを観客の方に強く刷り込んでおいてください。そして回転軸に対して赤い矢印が斜めになると、途端に表と裏で矢印の角度に変化が生じる状態になります。矢印の向きを言い当てるには、新しくボードを傾けたこのタイミングで、今裏の矢印はどちらを向いているのか、それを反転させるとどう見えるのか、この2点を考える必要があります。次々に起こる2段階の変化に頭が対応できていないことが、このマジックが不思議に見える理由というわけです。仕組み自体は至ってシンプルなので、1回理解した上で実演を見ていただけると正解できるはず。とはいえ、一発でこれを頭の中で処理するのは相当幾何学的に強い脳が必要だと思いますね。なんだか分かったような分からないようなという方も、演じる側に立っている以上はやることはシンプルですし、大人から子供まで理解できるのに不思議というなかなかないマジックなので、ぜひ実際にやってみてください。
今回はサインしていただいたカードの他に適当なカードをもう1枚使います。それでなんですが、マジシャンはよく選ばれたカードには特別な力が宿るというセリフを使いますよね。それを聞いて、でも素材が同じなんだからどちらも同じなんじゃないのと思ったことってありませんか？今回は本当に選ばれたカードには力が宿っているのか確認していただきたいと思います。わかりやすいように2枚をクロスさせた状態で比較していきますね。今どうなっているかというと、こんな感じで何でもないカードに選ばれたカードが挟まれている状態。当然ですが何も起こっていないように見えます。注目してほしいのは、この位置関係を逆にした時、選ばれたカードに宿った力というのは折られることによって行き場をなくし、閉じ込められたエネルギーはやがて空間を歪め始めます。何の力も持たない通常のカードはいとも簡単にその力でねじれてしまっていますね。もちろん裏から確認しても普段は起こりえない状況になっているのがわかると思います。ここまで強いエネルギーが閉じ込められている場では、的確に時空の裂け目から発散させなければいけません。皆さんも時空の歪みに巻き込まれないよう、マジシャンの言葉には従うようにしてくださいね。ありがとうございました。さて、お次は本格的なカードマジックです。このチャンネルでは、一つ目のような日用品でお手軽にできるマジックから、今回のようなプロも演じる作品まで幅広い内容を分かりやすく解説することを心がけて動画作成しているので、最新の動画を見逃さないようまだの方はチャンネル登録と最速で通知を受け取れるようベルボタンのタップよろしくお願いします。このマジックで使用するのは2枚のカードのみ。実演では世界観を作るためにサインカードを行ったマジックを演じた後という設定で行いましたが、その辺にあるカードを適当に選んで2枚から始めていただいても全く問題はありません。ある一点を除けばですね。実はこのマジック、片方のカードにこのような切り込みが入っています。手でカードの半分までを破った状態、指でカバーしておくのでそこまで気にする必要はないですが、どちらかというと絵札を使用した方が万が一の時に目立たず、さらにねじれた際にインパクトがあるのでおすすめです。そしてもう一つポイントを付け加えると、切れ込みはハサミなどではなく手で破っておく必要があります。理由はこれから解説を聞いていただければ分かってきますからね。切れ込みを入れるカードは実演でいうサインカードではない方のカードです。故に何か他のマジックでサインカードを使った後に付け足して行えるわけですね。観客の方に2枚のカードを使うことを伝え切り込みをカバーするようにカードをクロスさせて、さらに縦長のカードが外側に来るように半分に折り込んであげます。ここで意識するのは一つだけ、縦長のカードは少しだけ見える面が大きくなるように半分からずらして折ってください。これはそうしないとこの後の手順を行った際に違和感が出てきてしまうからです。ただあまりにも中心から偏った位置で折ってしまうと、今度は裏の切れ目が前面に出てきてしまうので、程よいポイントを探してみてくださいね。さて、少しネタバレしてしまいましたが、半分に折ることができたら一度挟まれたカードを観客側にスライドさせた後、手前に戻しつつ切れ目の間をくぐらせます。カバーがない状態だとこのような作業を行っていたわけですね。今度は自分から見て手前側にカードをスライドさせて、挟まれていないことがわからないように2枚とも反対側に折り返すわけですね。するとくしくも文字通りカードの間でねじれたような状態にすることができます。あとはお好みの演出で観客の方にもそれを認識してもらいます。中央のギミックの部分が見えなければ、このように堂々と大きな面積を示していただいても大丈夫ですからね。実際にはこのような状態になっています。演技が終わる前にも重要なポイントが残っています。観客の方から開いてみせてと言われる前に、もっともらしい理由をつけてカバーのカードごと引き裂いて、間違いなく裏と表でねじれていたことを示してあげてください。こうすることによって切れ込みは完全に証拠隠滅させ、自由に調べてもらうことが可能になります。準備段階でハサミを使ってしまうと、この時半分だけ明らかに刃物で切られたことが分かってしまうため、手で破る必要があったというわけです。マジックをやる方であれば古くなったカードあると思いますし、そうでない方もトレカや100均の紙製のトランプを使って練習できるので、ぜひご自身でチャレンジしてみてください。あなたはマジシャンがこのルービックキューブを揃える姿を見たことがあるでしょうか？難しいとされているルービックキューブですが、マジシャンにかかればこの腕を振る動作のみでいとも簡単に6面全てを揃えることができます。ただここまでは初級編、今の揃え方では数秒かかっていたと思いますが、慣れているマジシャンはどんなに混ざった状態からでも息を吹きかけるだけで一瞬でルービックキューブを揃えることができます。1、2、3、これで間違いなく6面全てが揃った状態になります。ありがとうございました。さて、皆様お待たせしました。サムネにもなっているルービックキューブを使ったマジックの解説に入っていこうと思います。まさかいないとは思いますが、ここまで適当に飛ばしてきたという方に向けて一言、
それでも見ていただけて嬉しいです。ご視聴ありがとうございますね。もちろん3つ全て見てくださったという方はさらにありがとうございますと言いたいです。この後の説明も最後まで聞いて、ぜひどれが良かったのかコメントで教えてください。さて、使用するのは至って普通のルービックキューブです。機械か何かが埋め込まれていて自動でガチャッと揃ってくれるとかそういうことではないわけですね。さらに今回行う手順では一切の仕掛けやキューブ以外の道具は必要ありません。ただしやりやすさという点でポイントが、ルービックキューブは価格帯によって定位置でピタッと止まるための磁石が埋め込まれていたり、回転が軽いなどの特徴のあるなしが出てきて、それに伴ってこのマジックの難易度も全然変わってきます。100均のキューブでもトリックをなぞること自体は可能なんですが、あって困るものではないので、数千円程度のルービックキューブを手に取っていただくことを強くお勧めしますね。さて、実演で何を行っていたかですが、先に簡潔にお伝えすると、所定のパターンまで移行してから回して揃えるということを行っていました。もう少し具体的に見ていきましょう。ルービックキューブが今手元にある方は、白が前面で赤が上面になるように持ってみてください。ここから右一列を上、上一列を右、下一列を左、最後に右一列を上、これが先ほどお伝えした所定のパターンとなります。当然今のを逆再生して、右一列を下、下一列を右、上一列を左、右一列を下。こうすれば元の状態に戻ることになります。もうすでにこのトリックの核が見えてきましたかね。そう、キューブを崩す動きの中で所定のポジションまで持っていき、今の逆再生の動きを目に捉えられないスピードで行えば、一瞬で揃ったように見せることができるわけです。一回演者の目線で一部始終を一緒に見ていきましょう。ルービックキューブを崩すという名目で回転させていくわけですが、実はここまでで所定のポジションに戻るように回しています。それすなわち一瞬で揃えることが可能なわけですね。最後の部分だけ切り取って確認しましょう。右一列を手前に回してから、左右を右手の人差し指と左手の薬指を使って同じタイミングで回し、その回転が終わるや否や右一列をさらに手前に回してしまう。もっと言うと、実際にはそれぞれの回転が終わる前に次の回転が始まっています。この柔軟さがいいルービックキューブの特徴でもあるわけですね。通常のスピードに戻って見てみると、やはり人間の目だけでは捉えきれず一瞬で揃ったように見えるという仕組みになっていました。いやでもルービックキューブを崩す中で所定のポジションに持っていくなんて僕には無理だよ。そもそも揃えられないし、そう思った方もいらっしゃるでしょう。安心してください。僕もこのルービックキューブを揃えるという分野においては超初心者です。このマジックの準備段階でミスってしまってぐちゃぐちゃになって、他の方の YouTube の解説を見ながら一番簡単な手順でなんとか揃えられてるっていう感じですね。ではなぜ実演では行えていたのか。それは僕がこのルービックキューブを混ぜているわけではないからです。カードマジックでも存在するあの技法、そう、フォールスシャッフルを行っていました。所定のポジションまで持ってきたら、ここから行っていたのは混ぜているようで混ぜていない、いわば必要のない動きだったわけですね。しかしこれを行うことで、たくさん混ぜたのに一瞬で揃うという奇跡を演じることができます。これで実はもうすでに元通りですね。このフォールスシャッフルは演技の最初で行った片手で揃えるマジックと一緒にセットにして過去の動画で詳しく解説を行っています。こちらも大変人気のある動画になっているので、まだ見ていない方は要チェックですね。またこの動画に戻ってきて練習できるように高評価を押しておくのを忘れずに、すると高く評価した動画という YouTube 内の再生リストに保存されて後から見返しやすくなりますからね。いやー今回の動画確かにすごかったけど僕にはハードル高そうだな、そういう方もいらっしゃるでしょう。そうであれば輪ゴムやお使いのスマートフォンなどもっとお手軽にできるマジックも動画にしています。今紹介した動画のリンクは全て概要欄とコメントに整理して貼っておくので、お時間のある方は気になった動画の実演だけでも覗いていってください。今この動画が何分になっているか分かりませんが、この動画を撮影している僕はこれからなるべく分かりやすい動画を作るべくテロップなどの動画編集頑張りますって感じですね。皆様からの温かい評価やコメントがいつも僕の一番のモチベーションになっていますからね。今後もこのチャンネルではあなたがやってみたいと思うマジックを僕のできる限りの力で分かりやすく解説していくので、今後発信される有益な情報を見逃さないよう、まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。